皆さんこんにちは、淑徳大学の八百板です。ここから司会進行ですね、あと私の方で対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは、まずですね、皆さんから、簡単にですね、自己紹介をお願いしたいと思います。では牛尾さんからお願いいたします。千葉市子ども若者市役所に参加した牛尾真由美です。幕張総合高校1年の牛尾真由美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。千葉市子ども若者市役所に参加した、明星高等学校2年の伊藤和子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高梨さん、はい、ます。子どもの町 CBT に参加した高校2年生の高松美奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では松本さん、お願いします。千葉市子どもの町 CBT に参加した小学5年生の松本遥です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では原山さん、お願いします。若者の力ワークショップに参加した本田中学校3年原山由美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では八重さん、お願いします。若者の力ワークショップに参加した有吉中学校1年八重元です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では、一時点お願いします。若者の力ワークショップに参加した石井空です。緑町小学校5年の石井空です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、お願いします。若者の町ワークショップに参加した大森小学校6年の庭崎です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今日は限られた時間ですけれども、これまでの皆さんの経験をもとに、もっともっとですね、子ども若者が活躍する千葉市にしていくためにはどうしたらよいか話し合っていきたいと思います。千葉市では子どもや若者がまちづくりに関わる子どもの参画を進めていることは、今日皆さんの発表も含めてご説明をいただいたと思います。また4月からは子ども基本法という法律が施行されて、子どもや若者の皆さんの意見や考えを聞くことがますます大切になりますということで、今日はですね、遠慮することなく積極的にですね、発言をしてほしいというふうに思います。でまず、皆さんがそれぞれ子どもの町 CBT、 子ども若者の力ワークショップ、子ども若者市役所の取り組みですね、こうしたことに参加したきっかけや、実際に参加して今感じていることを教えていただきたいなというふうに思います。指名をさせていただきますので、ちょっとお答えいただければと思います。では、まず牛尾さん、いかがでしょうか。もともと中学時代に、学級委員とかそういうふうな学校の役職として、そのイベントの企画や運営をずっとやっていたんですけど、その関係で将来そういう仕事に就きたいなっていうのもあったりとか、もっと市、学校の単位だけではなく市とかもっと大きい単位でそういうイベントのことをやってみたいなっていうのがあって、で高校に入学して、そういうこういう活動があるんだよっていうチラシをいただいたときに、じゃあちょっとやってみようかなっていうふうに、な経緯で参加させていただきました。今参加してみて思っているのは、やっぱりイベントの企画でまず自分個人が楽しいっていうのもあってずっと続けたいなっていうのも再認識できたことと、実際にイベントをやってみたときに、周りの参加してくださっている方々や、あと自分たちその仲間とかがすごい笑顔でやっていたりとか、楽しかった、ありがとうって言われることがすごく楽しいなって思っています。はい、ありがとうございます。次に高松さん、お願いしてもいいでしょうか。はい、私は市から送られてきた封筒に千葉市子どもの町 CBT のことが書かれてあって、楽しそうだと思って小学5年生の時に初めて参加しました。今実際に参加してみて思っていることは、自分たちで一から考えて町を作るので、いろんなことを考えさせられて、子どもの町 CBT を通して成長できたなと思っています。はい、ありがとうございます。では唐山さん、いかがでしょうか。参加したきっかけは、母が市政だよりを通じて進めてくれたのがきっかけで、参加して感じたことは今までとは違って主体的に考えるようになりました。
はい、ありがとうございます。では石井くん、いかがでしょうか。参加したきっかけは、まあ、子ども議員に参加して、イベントをやろうって話になった後に、まずこの 若者の力ワークショップに参加してイベントの企画を考えていきました、イベントを無事に来週開催できそうで嬉しいです。また子ども議員の後に新しく学んだことも多かったので良かったです。はい、ありがとうございます。今4名の方に話をいただいたんですけど、結構チラシとか姿勢ダイオリとか封筒とかいろいろ見ていただいてるんだなというところで、ね、こうそこから企画が始まってきているのかなというふうに思いました。あとは、まあ、子ども議会とかもね、いろいろ本当にいろんな接触の機会というか、そうしたところでこうアンテナが多分ピンと張ってですね、このセンサーが働いて参加してくれて、そして今コメントをいただきましたけど、すごく成長する機会になったりとか、いろんなことをまた勉強する機会にもなっていただいているのかなというふうに思いました。ありがとうございます。で、まあ、次にですね、じゃあ今度そうした活動に参加してよかったこととか、まだ参加をしていない皆さんにおすすめする、まあ、つもりで何かこんな感じでもっと参加したらいいよみたいなこともお話ししていただければと思うんですが、じゃあその今マイクは石井君持ってますの、ね、で、じゃあ丹羽さんに渡していただいて、今度後ろの列の皆さんに少しお話しいただこうかなと思います。じゃあ丹羽さん、いかがでしょうか。参加してよかったことは、自分の意見が確実に市の活動に影響を与えているって実感ができるところです。あと、希望ウールのイベントとかを通じて、立派な場所で自分の努力の結果を残せるっていうのが一番のモチベーションになりました。はい、ありがとうございます。では、チャチンさん、いかがでしょうか。千葉市をより良くしようとする方々に会えて話を聞けたり、外部の施設の見学に行ったりして、同世代の友達と意見を交換できたり、新しい発見があって自分自身も成長できることで素敵だなと思いました。ありがとうございます。では松本さん、いかがでしょうか。普段関わらない学年の人と一緒に街を作ったり、本番が終わった後の達成感など、つまり普段あまりできない体験ができたことだと思います。ありがとうございます。じゃあ伊藤さん、いかがでしょうか。参加して良かったこととしては、他の人に対して自分の意見をしっかり言えるようになった、その力をつけることができたことですかね。意見といっても肯定だけではなく、その他の人の意見に対しての自分の反対意見などもしっかり言えるようになったんで、大人の方の社会に出る前の前準備ができたんじゃないかなと思いました。はい、ありがとうございます。今4名の皆さんに、ね、お話をいただいたんですけど、まず自分が成長できる、まあ、こう自分の意見をちゃんと言えて、そしてそれが、まあ、なんか達成感を感じられる、そうして機会があるんだということは、すごく成長にとって必要な多分機会なんじゃないかなというふうに思いますし、その中で多分こう友達関係も、今までだと学校の中とかすごく限られたところなのかもしれないんですけど、多分こう市の取り組みに参加することで学校以外の他のいろんなつながりにも多分つながっていける、そうした同世代の方の交流ですとか、またはちょっと年上の人との交流とか、本当にこう人間関係が広がっていくというか、いろんな機会になっているのかなって今話を聞いて思いました。そしてお話しいただきましたけど、自分たちの意見がこの市にちゃんと届いて、それが実現されていくというのはすごく貴重な機会だなというふうに思いますので、本当に多くのまた今子どもの皆さんや若者の皆さんもですね、来年度以降参加してもらえると、もっともっと市が良くなっていくし、自分たち自身の成長の機会につながっていくのかなって今お話を聞いてて思いました。何かこう今のお話の中でちょっと言い足りないなっていう方いらっしゃったら、ちょっと補足していただけるといいかなと思うんですが、ね、どなたかいらっしゃいますか。ちょっと私これ言っておきたいなとかあれば、もしよかったら手を挙げていただけたらと思うんですけど、いかがですか。じゃあまた後ほどね、また何かあったら言ってくださいね。ありがとうございます。
じゃあ次に皆さんそれぞれの取り組みを通じてですね、千葉市 の感じたですね、千葉市の良いところとか、もっとこうなってほしいこと、こうしたことを少しお話しいただけたらなと思うんですが、これはちょっと皆さん全員に、ね、聞いてみたいなと思うんですけど、じゃあまた、牛尾さんからいいですか。はい、千葉市のいいところ、まずはこういう参加型のプログラムというか、私たちが参加できるような場所をまず作ってくださるっていうことがすごいまず一つ印象的なのと、そういうのに参加しようっていう人が実際にいることはすごいいいことだなと思っていて、さらにそれが私たちの活動だけなのかな、高校生大学生なので、その高校大学が千葉市にある人がすごい参加してくれている人だと思うんですけど、その人たちの来ている場所は必ず千葉市とは限らなくて、私とかも流山市っていうすごい遠いところなんですけど、そういう距離的にすごい離れている人とかでも交流できる機会があるっていうのはいいところだなと思います。以上です。どうぞ。なんか活動を通してとはちょっと違うんですけど、やっぱり自然と街が共存しているっていうのはすごいいいところで、そのゴミ問題とかもあったと思うんですけど、そういう自然はしっかり守っていけたらいいんじゃないかなと思います。以上です。はい、ありがとうございます。では伊藤さんに渡していただきましょう。お願いします。千葉市の良いところなんですけども、こういったボランティア活動だったりとか、そういったものをちゃんと やるだけじゃなくて、ちゃんとそういう活動があるよっていうのを全体的に広めているのがいいんじゃないかな、いいところだと私は思っているんです。私住んでるのは千葉市ではなく習志野市なんですけども、そちらの方だとあまりボランティア募集してるっていう話は聞かなくて、でも千葉市の方だと結構な頻度で聞くんで、そこら辺すごいなって私は思っています。でもっとこうなってほしいこととしては、先ほど出ましたゴミ問題の方ですね。中央区の方によく行くんですけども、中央区ちょっとゴミがちょっと多いような気もするんで、そこら辺もちょっとどうにかできないのかなとかって考えたりとかはしています。はい、ありがとうございます。子ども若者市役所は対象が市内の在住の方に加えて、市内の学校に通ってらっしゃる、通学されている皆さんも入っているので、千葉市民の皆さんだけじゃなくてですね、他市のにお住まいでも千葉市に縁のある、そうした若者が参加してくれているということで、むしろいろんな千葉市以外の市の比較なんかもできてですね、いろんな発見がまたできるかなというふうなところで、ちょうどお二人が流山市と習志野市ということだったので、そんなお話もいただいたかなと思います。じゃあ続いて、じゃあ、高松さんお願いします。はい、良いところは交通の便がよく、いろんな地域の人が集まれるところです。8月のイベントとかでもどこに住んでいるか調査すると、千葉市も多いんですが、他の市から来てくださる人が結構たくさんいたので、そういう意味では交通の便が良くて集まれるのでいいと思っています。もっとこうしてほしいというところは、今日フォーラムのようないろんな活動を報告できる場をもっとあったら、いろんな人に知ってもらうことができるのではないかと思っています。以上です。はい、ありがとうございます。では、松本さんお願いします。千葉市の魅力は自然もあるし、お店もいろいろあっていいと思います。逆にもっとこうなってほしいなと思うところは、千葉の魅力などを発信する場所をもっと増やしてほしいと思います。はい、ありがとうございます。あれですね、CBT はじゃあ他の市からも参加者が来てくださっているんですね。なるほど。あと、自然もあるし、いろんなところもあるけど、いろんないいところもあるんだけど、なんかこう尖ったものがなかなか見えにくいというのが千葉市もしかすると魅力というか課題かもしれない中で、ね、どうアピールしていくかという今お話もいただいたんですけど、すごく関心のあるですね、指摘をいただいたのかなと思います。では続いて唐山さんお願いします。はい、千葉市の良いところはこういった活動があり、市長と直接話すことができるところです。もっとこうなってほしいことは、他国から来た際に学生の方は慣れない場所と言語で不安を抱える方も
いると思います。なのでギガタブを活用し翻訳アプリなどを入れてもらうことを希望します。以上です。はい、ありがとうございます。ではチャチンさんお願いします。はい、この取り組みは千葉市のいいところはこの取り組みを行ってくれていることで子どもや若者の声に耳を傾けてくれる大人がいることだと思います。こうなってほしいこととしてはこの取り組みの認知度があまり広まってない気がするので学校の教育だったり市から配られたギガタグで配信したりしてこの活動を広めていってほしいです。以上です。ありがとうございます。あれですよね、こうした取り組みってやっぱり先ほど CCOC の取り組みでも紹介していただきましたけど今国でやろうとしてるんですけどその先進事例に取り上げられてるってすごく誇りですよね。私たちの、ね、取り組みが国の一つの事例ですからね。そうしたところを今ですねおっしゃっていただいたかなと思いますし、もう一つやっぱり確かに千葉市は海外からお越しになった方もたくさんいらっしゃるので、その点でもどうしていくかというのは大きな課題だと思いますので、すごくいい指摘をいただいたかなと思います。では石井君お願いします。千葉市の良いところは自然があるところだと思いました。でも、今発表したようにゴミ問題などが多くあって、市内にもゴミがいっぱい落ちていました。自然が破壊されつつある場所も多分多くあると思うのでこの自然を残してもっと自然の多い千葉市にしていってほしいです。はい、ありがとうございます。じゃあ真庭さんお願いします。千葉市のいいところは子ども議会やこのワークショップなどで子どもの意見を聞いてくれるのと考える機会を与えてくれているのだと思います。あとゴミ問題のイベントのような希望っていう立派な場所を使ってくれているところだと思います。もう市が全面的に協力してくれているのがすごく嬉しかったです。もっとこうなってほしいことっていうのはやっぱりポイ捨てをしている人はもうちょっと18歳とか19歳とか私たちより年齢が上の人だと思うんですよね。またもっと SNS を活用してそういった年代の人たちに呼びかけをしてほしいと思っています。はい、ありがとうございます。今ゴミ問題の話とかいろいろしていただきましたけどやっぱりポイ捨てって環境要因というか先ほど市長さんも行動変容の話されてましたけどすごくその行動ってどう変わっていくのかってなかなか人の行動変えられないんだけど、よく割れ窓理論じゃないですけどね、窓が割れてると他の人も割ってもいいだろうみたいな感じでどんどん汚れていっちゃうみたいな。だからニューヨーク市なんかでは落書きとかそういうのをなくすために全部きれいに塗り替えてなんか落書きしちゃいけないような環境を作っていくみたいなことをやったりとかいう取り組みがあったりして、まさにこうしたゴミ問題とか環境問題ってやっぱりこう環境そのものをやっぱりこういったことをしちゃいけないよっていう雰囲気を作っていくことって重要なので、そうしたことがですね子どもたちの子どもの皆さんたちからどんどん意見が出てくるってすごくいいことだなって今またお話を聞いて思いました。ここまでのですね子どもや若者の皆さんの発言を聞いて市長さんからもちょっとコメントいただきたいなと思うんですが、お感じになったこととか逆に質問などを含めてお願いできればと思います。はい、先ほど来ですね皆さんからさまざまなご意見千葉市のいいところもう少しこうしてほしいと伺いましたけれども、皆さんなんかもう少し年齢取ったらぜひ千葉市役所をですね受験していただけないかなというふうに思いました。なんですかね、千葉市の毎年貯金採用試験やってますけども、千葉市に受かってもですね、なんか民間企業に行かれる方とかですね、東京都内の自治体に行かれる方とかいろいろいまして、私も合格者に電話して、千葉市に入庁してもらえませんかっていう、話をしてるんですけれども、やっぱりまだ東京とかですね、民間がいいって方もいらっしゃるんですが、もし皆さん、お住まいは千葉市だったりそうじゃなかったりするんですけど、本当によく千葉市の魅力をですね、掴んでおられるなと思いました。
それで改善したい点をですね、分析をしていただいているで、まあ、提案につなげていただいておりますので、まあ、そういったですね、まあ、千葉市のその現状を見て、まあ、将来こう変えていきたいという気持ちというのは、まさに今千葉市役所で取り組んでいることに対して必要なことだというふうに思っていますので、もしご関心がありましたらですね、まあ、今後、まあ、そういう受験の時になり、就職活動の時になりましたら、千葉市役所を覚えておいてほしいなというように思っております。その中で、私が嬉しかったのは、千葉市のいいところはどこかという時に、実はですね、なかなか市民アンケート取ったんですけども、千葉市のいいところ、何ですかという時に、説明しにくいという答えが多いんですよね。それはおそらく、都市部なので、まあ、人の手が揃っていると。いうことなもんですが、これはってのはちょっと言いにくいっていうことだと思うんですけど、理解してるんですけど、やっぱり都市の機能と自然環境がハイブリッドであるところっていうのはですね、昨年千葉市に引っ越してきてくれた人に聞いたアンケートが第1位だったんですよね。そういうのをやっぱり皆さん活動する中でですね、よく千葉市の特徴を捉えておられて、まあ、千葉市の都市機能と自然環境が身近にあるところがいいんじゃないかっていうお答えでしたので、本当によく千葉市の特徴を捉えておられるなっていうふうに思いました。であとですね、先ほどちょっと公表のところで言いたかったんです、ちょっと言い漏れてしまったんですが、中央公園のポイ捨てちょっと問題があるんじゃないかっていうお話なんですけど、実際ちょっと増えてまして、まあ、こういう発表があるというちょっと事前に伺ったものですから、担当部署にですね、確認してもらったやっぱり2年前で比べて増えてるということでしたので、まあ、まずその公園整備で、まあ、巡回してですね、まあ、一応清掃活動をやってるんですけども、まあ、それちょっとまあ頻度は上げていくということにまして、していこうかなと思ってるんですが、それだけですとこうして減らないので、やっぱ捨てにくい環境をどう作っていくのかと。でゴミ箱置くとですね、まあ、ダメだと思うんですよ。ゴミがバッと集まっちゃうものですから、どうしたらこの捨てにくくなるのかっていうことをですね、ちょっとこれからも我々も考えていきたいと思ってますし、先ほど封筒を開いていただいて参加したってあると思うんですけど、役所からその出すメッセージでですね、やっぱりその行動が変わってくるとか、ナッジの理論とか言うらしいんですけども、まあ、そういったことを研究しながらですね、まあ、今まで の生活スタイルっていうのをいい方向に変えていくための工夫をですね、まあ、千葉市としてもしていかないのか、していかないといけないなっていうのを痛感させていただきました。そうですね。どうですかね。よろしいですか。ありがとうございます。今のナッジっていう言葉が市長さんからありましたけど、一番代表例って電車乗ってると座席のところにちょっと足伸ばしたところに線が引いてあって色が変わってますよね。でそれがナッジなんですね。実はなんか線引いてあるとそこにつま先合わせちゃうなんか微妙な気持ちがあるじゃないですか。だからみんな足伸ばして座らないみたいなんですね。なんかちょっとしたそのきっかけを作って何か人々の行動をなんかちょっと変えていこう、いい方向に変えていこうよってことで今結構議論されていて、なんかその特にそのポイ捨ての話であるとか、まあ、先ほど投票率の向上なんかはまさにそういったところがあるんですけど、なんか皆さんもやっぱり生活の中でちょっとここを変えてみたら、もしかするとポイ捨てやめるんじゃないとか、投票行くんじゃないとか、なんかこんな貯金ロスちょっと気をつけてみるんじゃないとかですね、まあ、ちょっとイベントに参加してみるんじゃないみたいな、なんかちょっとしたきっかけを多分皆さんの目線からまた提案をしてもらえるとすごく市としては助かるのかなというふうに思うので、いろいろ活動した経験を踏まえながら考えてもらいたいなというふうに思います。まあ、そうした中でぜひ皆さんからちょっとこれからの千葉市をもっと良くしていくために自分たちができることって何かな、または今すでに取り組んでいることがあればそんなところもご紹介いただけたらいいなっていうふうに思うんですけれども、どうでしょうか。また順番に聞いてみていいですか。そしたら、なんか先ほどが牛尾さんからスタートになっちゃってますけど、またじゃあ牛尾さんからお願いします。はい。千葉市としてはやっぱり私の学校の近くに海があるんですけど、そこの海の対岸のところのゴミ拾いとかはすごい学校としてしていけたらなと思っていて、生徒会の方にちょっと申しかけてしようかなと思ってるんですけど、それとは別にちょっと千葉市だけではないかもしれないんですけど、やっぱり子どもの居場所っていうのをすごい欲しいというか作りたいなと思っていて、私の周りの人にやっぱり聞くと、別に親が原因ではないんだけれども親とやっぱりちょっと間を置きたいというか、ちょっと時間を置きたいというか、親は悪くないけど勝手に当たってしまう、まあ、思春期っていうのはやっぱりあると思うので、そういう時に逃げられる場所とか、そういう
休まる場所の第三の居場所っていうのをやっぱり作っていけたらなと思っています。ありがとうございます。じゃあ伊藤さんお願いします。先ほどのゴミ問題の話になるんですけども、私の学校では年に何回か2回以上だと多分2回以上なんですけど、学校全体で学校近くの公園などに行ってゴミ拾いをしたりっていう活動をしてるんですけども、それだけじゃなくて私自身もペットボトルとかそういうのをちゃんと分別したりとかしてゴミをできるかぎり少なくしたりなんとかっていうのはいう活動はしています。あとはボランティアの方で私の学校では参加したくてもできないっていう人とか、ボランティアって何がいいのっていう人がいるので、そういう人たちにボランティアの話とか日常会話でさりげなく入れたりとかしてボランティア参加してもらいたいとかできないかなっていうのを毎日こうやっております。はい、ありがとうございます。今は高松さんいかがでしょうか。千葉市の未来に活躍する人を作るためにも、最近では家でゲームをしてばっかりの子どもが増えてきたっていう話も聞くので、こういう活動を通していろんなことを考える力とかをつけていって千葉市をより良くなれるようにすればいいのかなと思います。また、私高校2年生で来年大学受験で、その時にボランティア活動をすると良くなるとかなって、クラスでもボランティアしようって話になるんですが、ボランティアってどうすればいいの、どこから参加すればいいのっていうのが結構耳にするので、そういうことでもいっぱい広めたらいいのではないかなと思いました。はい、ありがとうございます。では松本さんいかがでしょうか。自分ができることは身近な人にこのような活動を伝えたり千葉の魅力を伝えることだと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ唐山さんいかがでしょうか。先ほど話したように客観的に見るだけではなく自分の考えを持ちそれを伝える力が必要だと思います。またこうやって自分の考えを発表できるのも必要だと思います。以上です。はい、ありがとうございます。ではチャチンさんいかがでしょうか。私たちができることは本当に小さなことしかできないと思います。例えば今回の取り組みについて先生や友達に伝えたり給食について学校で少し話し合いをすることもだと思います。ただそれらの活動で少しでも周りのみんなと今回のような活動について話し合う機会が増えればいいなと思います。また課題解決のために自分もフードドライブを使って寄付してみました。以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ石井君いかがでしょうか。ちっちゃいことから少しずつ、みんなでやっていってそのちっちゃいことをどんどん積み重ねて、みんなで活動していくのがいいと思います。またこういうイベントなどをもっと増やして多くの人に参加してもらえばよりできることが増えてみんなで活動できるのかなと思いました。はい、ありがとうございます。じゃあ、真庭さんいかがですか。私は中学校に入ったらボランティア活動をやろうと思っています。道に落ちているゴミを拾うだとかそういった環境に携わるボランティアをやりたいと思っています。あと来年からもこのワークショップには参加します。はい、ありがとうございます。皆さんいろいろ本当にいろんなお話をしていただいたんですけど、やっぱり自分からスタートしていくというか同心円的に広がっていくってすごく重要かなというふうに思っていて、やっぱりなんか社会課題の解決とか地域のことをなんかやろうっていうとちょっとなんか難しそうだなとかなんか大変そうだなと思うとそこでもう踏みとどまってしまう人が多いのかな。でも皆さんが活動してくれていることを皆さんの口から友達に話してくれることによって、あ、そんなこともできるんだとか自分でもできるんじゃないと思ってもらえることがもしかするとその千葉市をもっと良くしていくための第一歩になっていくのかなって改めて今お話を聞いてですね思ったんです。
から難しいことではなくて、やっぱり身近なことから始めていこうということかな。例えば今 SDGs という取り組みがありますけど、なんか SDGs って言っちゃうとすごくなんか遠い世界の話なのかなと思うんだけど、でも やることは食品ロスの話であったりとか、マイペットボトル、あ、マイペットボトルじゃないですか、マイボトルですね、ペットボトルやめてマイボトルにしようとかね、本当にみんな一人一人ができることをやっていくことがつながっていくんだよということを知っていくことが重要だと思いますし、それをどう伝えていくかという点では、多分大人が考えるよりも、皆さん自身の言葉とかメッセージで伝えていくことがですね、同世代の共感を生んでいくのかなというふうに思いますから、本当にそういう意味でも実際やっていただいてありがたいところもすごくあって、加えてですね、皆さんが発信者になっていってもらえると、すごく広がっていって、千葉市のそうした活動に、またですね、良くしていく活動につながっていくのかなというのは思いました。あと子供の居場所というところもすごく重要で、やっぱりなんか、さあやるぞって言ってですね、なんか堅苦しくやろうとしてもなかなか、そこにまず参加してくれないので、なんか緩やかに参加できる環境があって、そこで仲良くなり中でやっていくとか、そういう中で、ご個人の問題解決にもつながっていくという場所があったらいいなということで、先ほど発表もいただきましたけど、駄菓子屋って昔地域の拠点だったんじゃないかなというふうに思っているので、なんかそんな駄菓子屋カフェ的なところもご提案いただいてますけど、なんかそんなことも地域の皆さんと一緒にできたらいいのかなって改めて思いました。あと、じゃあ、そろそろ時間もですね、迫ってきてるんですけど、子供や若者の皆さんからですね、市長さん、先ほどのコメントを聞いて思ったこと、市役所へのリクルートもありましたけれども、そういったことも含めてですね、思ったこととか、あと感じたこと、あとは、今日も含めて、皆さんなりの感想をですね、自由に発言してもらえたらいいなというふうに思うんですけど、何か、皆さんからコメントあればということなんですが、どうでしょうか、こう、順番でまた当てちゃってもいい、それとも私先に言うよと。いう人もいれば、もし手を挙げていただいてもいいんですけど、どうしますか、順番にしちゃうじゃあまずじゃあ順番に聞いてみましょうかね。今マイクが石尾さんにあるわけですすいません、順番がねマイクがあるとこからいつも申し訳ないんですけど、お願いします。まず市役所について本当に市役所とかそういう場所にすごく興味があるので、そういう市長のご本人から言っていただけてすごく嬉しいです。ありがとうございます。今回の、全体を通して私たちの以外の活動についてもちゃんと知ることができて、もっと別のものにも参加してみたいなというふうにすごく思うことができました。こういう場ってやっぱり学校じゃあまり経験できるものでもないし、こういう場所でつながった人とのつながりはすごくイレギュラーというか、学校にいるだけでは絶対に体験できないもので、改めて、参加していただいているのはすごくありがたいかなと思います。これからの活動もやっぱり私も来年度も、もう再来年度もできればずっといたいなと思うというぐらい居心地もいいし、やりたいこともできるしなので、これからも頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。では伊藤さん、お願いします。今回の全体通して、いろんな意見とか、あと他の人の千葉市の良いところとかそういうのを聞けて、あ、そういうところは確かにあるなっていうのも結構ありました。もうあと話他の人たちの話とか聞いてて、もうちょっと自分にもできることあるんじゃないかなと思ったんで、自分でも探してみようかなっていうのように思いました。来年度は私受験生なので、こういう活動できるかどうか分かんないんですけども、できる限りのことはしていこうかなって思います。ありがとうございます。では、高松さん、お願いします。はい、まずこのような場を追って市長と話せるような場があるのはとてもいいことだと思いました。また、私は来年選挙権を持つですけど、そういう周りでは選挙に関心を持たない人とかいるので、なんかそういう今日発表にあった投票率とかっていうのもあったので、もっと周りの人とかも巻き込んで選挙についてとか話せるように話したらいいのかなとか思ってます。ありがとうございます。松本さん、お願いします。
このような活動を通して普段できないような体験ができたので、私は来年続けたいなと思いました。またゴミ問題などのことも自分ができることに取り組んでみたいなと思いました。はい、ありがとうございます。では原山さん、お願いします。居場所を作るっておっしゃってたんですけど、その一つもこういった活動かなと思ってます。私自身もこういった活動が居場所だなと思っています。以上です。はい、ありがとうございます。じゃあチャチンさん、お願いします。この話を聞いてやっぱりやっててよかったなって思えたし、自分自身この活動を始めて2年が経って、もっともっと千葉市について知ろうとか興味が湧いてきて、来年もまたこの活動を続けたいなって思いました。以上です。ありがとうございます。岸井君、お願いします。このような、市の人、市外の人と関わっていろんな考えを持って、市長さんとも、会話したりして、より千葉市を良くしていけたらなと思いました。子ども議員とかこのワークショップとかをもっと参加して、さらに、この千葉市に力を加えられればなと思いました。ありがとうございます。では羽庭さん、お願いします。また子ども議会やワークショップを通してもっと政治に興味が湧いてきたので、ボランティアやワークショップ以外にも千葉市をより良くする活動をもっとしていきたいなと思います。はい、ありがとうございました。今のお話また伺ってちょっと思ったんですけど、多分こうした子ども若者の社会参加って2つの壁があるなと思ってて、1つは高一の壁というところで、ここは市は中学校までは一律があるんですけど、高校が、千葉市は2つ一律ありますけど、やっぱり多くの方が私立が県立高校ということになると、やっぱりそこでちょっと途切れてしまうというところがあって、そこをうまくやっぱりつなげていくというか、中学生までやってきたことを高校につなげていくという点では、やっぱり県との連携がですね、必要なのかなというふうに思います。で、それってもう少し言うと、高3の壁って、やっぱり今ちょっとお話ししましたけど、受験生になると今度こうした活動と受験勉強がバランスを取らなきゃいけなくなってきちゃう。そうするとやっぱり大学も変わっていかなきゃいけないんですけど、そこはやっぱりこのせっかくやってきたものがそこで途切れてしまうともったいないので、どうその受験勉強とバランスを取りながら続けてもらうかということは、やっぱり課題として我々も考えていかなきゃいけないのかなって今ちょっとお話を聞きながら思いました。今日ですね、そろそろ時間が来ましたね。最後に市長さんから本日の事例発表や対話会にご参加いただいた感想を含めてですね、まとめの一言をいただければと思うんですが。はい、ありがとうございます。非常に素晴らしい意見をたくさん聞かせていただきましてありがとうございました。発表も事前準備大変だったと思いますし、今回の対話会もですね、質問に応じて的確に答えられていたなというふうに思いました。で、千葉市が子どもの参画に対して、子ども若者の参画というのを大事にしている背景といいますか、こうなってほしいなと思っているのが、一つは自分の住んでいる町は自分たちで変えられるというふうに思っていただきたいですね。で、なんとなく受け身で、の方も多いんですけれども、結局市民の方が、こうしたいっていうのがあって町が変わっていくっていうのは基本的な仕組みだと思ってますので、やっぱりその生活する中で疑問に思うところっていうのは改善の余地があることだと思うんですよね。で、それをですね、ぜひ感覚を大事にしていただきたいなというふうに思いますし、政治に興味を持ってきたというコメントありましたけども、政治イコール生活だと思いますので、生活する上でですね、さまざまな疑問ですとか、改善の余地っていうのは感じるところはですね、それがイコール街づくりにつながっていく話ですし、全ての市民の方も町々良くしていきたいという気持ちは同じだと思いますので、意見をですね、交換しながらですね、こういった町にしていきたいという気持ちはぜひ大切にしていただきたいなというふうに思います。で、それとこんな子どもたちになってほしいなっていう、私なりのイメージなんですけれども、教育委員会とも協力しながらですね、その市民お一人お一人、児童生徒お一人お一人の個別最適な学びを、実現するっていうのは、
例えば、まあ、学習の理解度に合わせてですとか、そのご家庭の状況に合わせた支援策っていうのもありまして、個別最適な学びの場を提供していくというのはもちろんそうなんですけども、まあ、社会にいずれですね、まあ、社会で活躍していくなるわけでありまして、共同的な学びをですね、事前に経験できる場っていうのが大事かなというふうに思っています。まあ、皆さんもこのプログラムの良さっていうのを語っていただいたと思うんですけれども、まあ、自分の考えを持ってですね、周りの人に共感を広げて、まあ、時には意見交換をしながら意見集約をして、決まればみんなで一緒に実現に向けて取り組むという、まあ、共感を広げてですね、解決策を見出して、実際に、まあ、生活環境を変えていくという、まあ、一連の流れっていうのは、社会に出てからですね、まあ、どこで勤めようともですね、どこで生活しようとも必要な流れかなというふうに思ってまして、まあ、そういったことをですね、まあ、事前に体験できるプログラムっていうのを、まあ、地場としても提供したいなと思いまして、様々な事業で、今させて、進めているところなんですけども、まあ、そういった点、皆さんご理解いただいてですね、まあ、自分の、糧にされているなというのを強く感じまして、まあ、地場市の未来は明るいなというふうに今日は思わせていただきました。本当にありがとうございます。で、今ですね、まあ、子ども基本法という法律もできるんですけど、千葉市としてですね、子どもに関係する施策で大事にしたいことですとか、子どもの参画に関して、今後どのようにしていきたいのかということをまとめてですね、子ども基本条例というのを作りたいというふうに思っています。で、まあ、千葉市の場合は、事業が先に進んでいる状況なんですけれども、これまでの取り組みを振り返りながらですね、これから子どもの立場に立って、まあ、最善の利益をどう守っていくのかという観点でですね、この2年間ぐらい市内いろんなところで議論させていただいてですね、その議論を大事にしながら条例化をしてですね、まあ、さらに子どもの成長をですね、社会全体で支えていくために必要なことをですね、まとめたものにしたいと思ってますので、そういった場所でもですね、これまでのご経験をですね、ぜひ、踏まえたいろんな意見をいただけるとありがたいなというように思っております。それから今日保護者の皆様もご参加いただいていると思いますけれども、まあ、日頃から子どもたちの活動の支援にご理解、また力添えいただいておりまして、感謝を申し上げたいと思います。千葉市の将来を担っていただく大切な存在でありますので、もうまあ、小学校、中学生の時からですね、意見の表明や、まあ、社会の参画の経験ができるようなですね、取り組みプログラム、これからも充実していきたいと思っておりますし、個別最適な学び、まあ、共同的な学びですね、共に千葉市にいればこそ体験できるようなものにですね、さらにブラッシュアップしていきたいと思いますので、この点についてもご意見をお寄せいただけるとありがたいなと思います。まあ、学校は学校で、学校と教育委員会と市長部局がありますけれども、学校でなかなか学びにくいこともまだあると思うんですよね。経済の動きですとか、観点ですとか、先ほど申し上げた選挙とか政治については、まあ、別にプログラムを作ってですね、関心のある方に参加していただくというのがいいと思いますので、さまざまな選択肢、取り組みをご用意した上でですね、ご参加いただくという形もいいかと思いますし、例えば少し変わりますけども、理科とか科学の分野で少し進んだ学びをしたいっていう方もたくさんいらっしゃいます。で、千葉市はその様々な研究所とか大学、企業がありましてですね、そういった進んだですね、先取りしたような講座も提供していただける環境にありますので、市内一丸となってですね、子どもたちの学びを支えていける、まあ、そんな千葉市にしていければなというように思っております。今後もですね、皆様方の一層のご協力をお願いいたしましてですね、千葉市で学んだ子どもたちがですね、また将来の千葉市、また全国、また世界で羽ばたいていただければと思いますので、今後ともですね、ぜひご理解とご協力をお願いできればというように思います。あとそれから個別の質問で、子どもの居場所、いるだろうという話でですね、今まさに千葉市としても取り組んでるんですけど、まあ、自宅とですね、学校以外の場所っていうのはやっぱり大事じゃないかというふうに思っていまして、まあ、どこでも子どもカフェですとか、プレイパークですとか、さまざまな取り組みありますけれども、まあ、そこに来れば、さまざまな年代を超えた方ですね、同じ学年以外の方もいらっしゃるんで、さまざまな話聞けると思いますし、SOS を出している子どもの兆しをですね、捉えることもできると思いまして、本当に厳しい状況の方については、必要な支援を届けていかなければいけませんので、まさにセンサーのような働きを発揮するネットワークも大事かなと思ってますので、子どもの居場所を、今さまざまな方が運営されてますけれども、そういったものを結びつけていけるようなですね、活動も、市としてもしっかり進めていきたいと思います。本当にご意見ありがとうございました。はい、ありがとうございました。時間がちょっと伸びてしまいまして、ここで、終わりにしたいと思います。
本当に皆さん今日参加していただいた発表も含めて素晴らしい取り組みをされているなというふうに思います。今後それをどう他の人をもっともっと巻き込んでいくかということが重要だと思いますので、皆さんの巻き込み力にこれから千葉市の子ども若者の社会参画の事業はかかっているなというふうに思いますので、引き続きお願いします。あと本当に子ども企画課の皆さんですね、本当にフレンドリーに子どもの皆さんとか若者の皆さんに関わっていただいて、本当にそうしたご努力がこうした成果につながっているのかなというふうに思いますので、市役所の皆さんにも本当に感謝を申し上げたいと思います。そうした交流がゆくゆくは千葉市職員を目指す若者が増えることにもつながっていくと思いますので、引き続きですね、市長さんはじめ本当にいろいろ子どもや若者の支援をですね、お願いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。それではこれをもちまして市長と子ども若者の対話会を終了したいと思います。司会にお戻しいたしたいと、ありがとうございました。子ども若者フォーラムもいよいよ終わりの時間となりました。最後に発表者の皆様、今一度ステージにお越しください。どれも素晴らしい発表でした。皆さんの活動を聞いて初めて知る活動や、自分がその活動をしていたら思いつかないようなアイデアなどがあったので、聞いていて面白かったのと、やはりとても勉強になったのは一つなんですけど、やはり一番は皆様の発表を聞いて取り組みや頑張りが見えたのがやっぱ一番良かったなと思いました。ありがとうございました。以上をもちまして、子ども若者フォーラムを終了いたします。長時間にわたりご観覧いただきまして誠にありがとうございました。